皆さん、ありがとうございまもご입니다、えー。今日は、경정とヨンジョの微妙な関係に関して皆さんにお話ししたいと思います。えー、경정とヨンジョは皆さんわかると思いますが、20代王と21代王なんですよね。で、この二人は、まあ、いろんな微妙な関係がありますよね。ヨンジョは경정を特撮したんでしょうか경정はヨンジョが好きだったんでしょうか今日、そういったところを話してみたいと思います。 じゃあ、まず、これから見ていきましょう。皆さん、今日は皆さんの理解のために、若い時の四条を描いたドラマヘチの写真を使いますけれども、ここで皆さん覚えてほしいのは、このヘチというドラマはですね、娯楽時代劇なんですよ。生徒時代劇ではないんです。えー、なので、このヘチがもう真実を言うとは思わないでくださいね。 脚本家が想像したファンタジー的な時代劇なので、えー、そもそも私は歴史には事実はないと思います。当時の人たちの気持ち、背景、環境全部考えないといけないので、まあ私が言いたいのはとにかくそんなのにこだわらず、皆さんも皆さんなりでいろんな想像をして楽しんでみてくださいね。じゃあ今から始めます。じゃあまず、 19代王は皆さんが大好きなドラマ、東義のスクチョンですよね。このスクチョンが、 ジャンヒビンと結婚をしますよね。で、このジャンヒビンは最初は即室だったんですけれども、スクチョンが大好きで、正室まで上げる女性でした。このジャンヒビンとの間で生まれたのが、二十代王の경ンですよね。で、実際スクチョンが14歳の時に王様になりますが、28歳まで息子がいなかったんですよ。で、その時にジャンヒビンと結婚して、28歳の時にやっとこの子が生まれて、スクチョンは大喜びでした。 なのでそっちはですね。この謙譲を生まれて3ヶ月に正座にすると宣言して、実際3歳になった時に正座に任命しますよね。それぐらい大事にしてた子なんですよね。ただし、じゃあ今からどういった状況に流れるか見ていきましょう。 じゃあ、まず、スクチョンにはですね、先ほど言った聖ス・チャンヒビンがいました。そして、即ス皆さんがよく知っている、ピンチェシ、ドギがいますよね。で、チャンヒビンはですね、そもそも、ナミン、そして、ソロンの関係が深くて、そして、ピンチェシの場合は、ソイン、そして、ドロンと関係が深かったんですね。なので、実際二人はですね、ライバル関係だったんですよ、政治的にも。その裏にいる人たちもですね。 で、その장飛빈の子が경중で、このスクピンチェシの子が영조ですね。つまり、경중と영조は政治的にもライバルだったんです。じゃあ、こういった状況の中、スクピンチェシが장飛빈を政治的に攻撃をして、で、結局、その時にスクジンも、スクピンチェシの脳論たちのちょっと味方になりますので、結局、장飛빈は、 皆さんも分かっているように、死刑されますよね。それと、もちろん、難民とソロンもボコボコにされます。この、東一とチャンイビンの詳しい話は、また後に動画にしたいと思いますね。えー、とにかく、京城の場合は、えー、このお母さん、チャンイビンが亡くなった時に、14歳だったんですよ。えー、つまり、11の子がお母さんも亡くなって、そして、まあ、世座ではあるものの、支持勢力も全部失ってしまいますよね。京城は、とっても大変な状況になってしまいます。 結局、경전は一人ぼちになって、周りの家臣たちは全部敵のドロンだらけですよね。で、こういった時に、 せめてお父さん、祝蝶でも、경蝶のことを味方にしてくれたらいいのに、この祝蝶がですね、えー、何か경蝶がちょっとでもミスをしたりとか気に入らなかったら、もう逆続、ジャニビンの息子めみたいな感じでずっと怒ってたらしいですよ。えー、結局祝蝶も、まあ、同意の祝蝶の場合はとても優しいイメージではあるけど、歴史の祝蝶の場合は決して優しいお父さんではなかったんですね。こういった状況の中で、えー、四人軍という存在もかなり強くなってきますよね。 どういうことだと言ったら、えこのノロンたちはですね、自分たちの反対派の경종が気に入らないんですよね。なので、王様にこう言いますよ。4人軍を正座にしましょう。경종じゃなくて。で、これを聞いたら、スクチョンはもちろん怒るべきなのに、意外とこれに賛成するようなニュアンスを出します。え実際はやるとは言ってないけど、雰囲気がそんな感じで流れるんですよ。そこでスクチョンはこう言います。 요노카와리니 세지오 야테고랑 어, 즉 말이 경종니사킨이 세지오 사세른데요. 고래와 숙종과 경종을 미토めた는자나 근데 숙종모 노론모 경종과 뭔가 미스오시 따라, 그것을 문제시시대 세자가 오로스콘탄があったんで ただし、ここで意外なことがありますけれども、キョ,ンジョンは何も問題を起こせず、そのまま政治をうまくもなく、悪くもなくやりますよ。本当に真ん中ぐらいやってたらしいですよね。えー、どっちも傾けず、本当に普通な。 え、政治をやってたらしくて。まあ、こういった場合、ドロンの場合は何か問題化して、まあ、うまくやったらうまくやったことで何か問題があると思うので、それで何か、え、引っ掛けて何か下ろしたかったんですけれども、結局、경쟁は何も問題を起こさないんですね。まあ、ドロンとしてはとても悔しかったでしょう。 で、その後、スクジョンがなくなって、そのまま、경ン,ンは何も問題なく王になりますが、ここで面白いのがありますよ。先ほどお話ししましたが、경ン,ンの場合は3歳で聖座になるでしょうで、これがですね、33歳で王になるんですよ。聖座だけ30年間やりますね。30年間聖座をやりました。あの勉強、大変ですよね。じゃあ、なので、とにかく경ン,ンが王になります。じゃあ、今からはちょっと写真を変えてから説明しますね。ドラマ。 ヘッチで出てくる王様なんですよね。実際、경종はとってもストレスが多かったので、肥満の体型だったそうです。なので、割と最近のドラマ、ヘッチの方が、歴史的な記録をちゃんと取り入れたと言えるんでしょう。じゃあ、今からは王になった경종の話をしてみますね。 じゃあ、경종は王にはなりましたけれども、一旦いろんなストレスがあったせいか、とっても病弱な体を持っていました。結構病気だらけだったらしいですね。で、さらに周りはノロンだらけでしょ。自分の敵ばかりなんですよ。その中で一人ぼっちの王様なんですね。で、このノロンたちがなんですね、ただ家臣だけじゃなくて、いつも横についてる寝ン。 そして、三軍、軍用も全部呪ンで、そして、さらに、王の合意も全部呪ンでした。本当に周りが呪ンだらけですね。なので、この呪ンたちがちょっと調子に乗るんですよ。 まず、これからちょっと覚えていきたいと思いますが、京城はですね、33歳まで、息子どころか娘もいない、全く子供がいなかったんですよ。ストレスがあったせいでしょうか。で、こういった場合、大体だったら家臣たちは、王様、早く子供が生まれるように頑張ってくださいと言うべきなのに、この農ンたちはですね、 こうやって言います。四人軍を聖銃にしましょう。じゃ聖銃じゃなくて聖銃。つまり弟を後継者にしましょうと言うんですよね。これは正直に言って、儒教の国朝鮮としてはすごく屈辱的な扱いですよね。王様に対する。で、正直にこういったこと言ったら、 挑戦的にはですね、この家臣たち全部失気にしてもいいんですよ。でも、ョンは力も弱かったので、こういった時に何も言わずに認めちゃいますよね。そうしなさいって。なので、四人軍が政治になります。これで四人軍は初めて政治に本格的に参加することになりますね。で、政いになったばっかりなんですけれども、今回、論論たちはこれをお話しします。せいに、政治をお任せくだされ。 なったばっかりの生前に、つまり王様に、王様はまだ33歳ですよ。まだ現役なのに、政治を生前に譲れという、まあ本当にこれ逆続にされてもおかしくないような発言をバンバン言うんですね。こういう時に京城はこれすらも許してくれるんですよ。そう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 しなさい。ちなみに京城の場合はですね、かなり言葉を噛んだりしてたらしいですよね。 もちろんこれをずーっと見ていた他のソロンとか難民とかの家臣たちはもちろん切れるでしょう。なので王様にずーっとこういった苦情を言いますよ。ロ論は遠がすぎるとか、そして、전派の特撮疑い情報あり、実際、ロ、えー、論がですね、国녀などを使ってこの경전を特撮しようとする疑いというのが結構あったみたいですね。で、または、政治と反乱を企んでいる模様。 反乱まで計画している、えー、記録みたいなのがありまして、そこで4人軍が関わっているという話もありますね。まあ、とにかくこういった苦情がずっと殺到するんですが、共存がですね、急に態度を変えるんですよ。今まで全部自分の意見を出さずにゆっくりだったは共存がですね、初めて起こって、農論のみんなを処分しろ、殺せという命令を下すんですよね。 つまり、경종がひっくり返るんですよ。これは、現代の歴史先生たちはですね、今まで경종の政治的な章だったという分析が多いです。つまり、徳川家康みたいにずっと我慢して我慢してタイミングを測ってたんでしょうで。結局これによって、結局これによって道論たちは一人ずつ重要な人物が死んでいきます。 結局、道論はこれでボコボコになって、だいぶ力が弱まってしまいますが、結局こういった時に一番困るのは誰でしょう ?4 人軍ですよね。4人軍が実際自分が先ほど言った反乱とか特撮に関わったのかどうかははっきりわからないけれども、まあとにかく以前の動画で応じて結局自分の意思と関係なく政治に巻き込まれたら殺されること多いと言ったんじゃないんですかとにかく4人軍はそれが本当かどうかはとにかく置いといて、すごく立場が悪くなるんですよね。 で、ここで家臣たちはもちろん4人軍もまとめて殺してくださいと言うでしょう。で、今までずーっとキャラが変わって起こってた京言がですね、 不思議なんですが、せいぜいは許すと言います。せいぜいだけは許してもらえるんですよね。まあこれも、まあ最近の研究学会と分析とかでは、息子、つまり自分のお父さんの息子の兄弟が4人くんしかないので、お父さんのことを考えたんじゃないのか、または王族の未来を考えたんじゃないのかっていういろんな分析はありますが、真実は正直にわかりません。 で、とにかく4人軍は許されたんですけれども、正直4人軍としては地獄のような道が広がるんですよね。正直に경전が、まあ、1日で気が変わって、やっぱり4人軍殺せと言ったら、明日死ぬかもしれない状況なんですよ。その状況の中でずっと4人軍は政治の、えー、仕事を続けたんですよね。もう本当に周りから、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいと言うしかないようなとても辛い立場だったと思います。じゃあ、こういった状況の中で、 ちょっとさっきの話に戻りますと、京城はですね、いろんな病気持ちでしたね。まあ、とにかくずーっとずーっと、まあ、体の調子が悪いんですよ。特にですね、あの、下痢がひどかったらしいですよね。多分、ストレスで、臓器に問題があったんじゃないかなと思われますけれども、とにかくこれを見たいた4人軍はですね、兄を思う気持ちで、兄上、カニとカキを食べてくださいと言って、カニとカキをプレゼントをして、これで回復してくださいと言うんですよ。 ただし、これがですね、前にも言ったけれども、当時の医者たちが見てみたら、本当に意味がわからない組み合わせなんですよえ。まず、臓器が悪い人は、つまり体の中の体温が低かったりすることなんですけれども、カニとカキを一緒に食べたら、この体温をさらに下げるような効果があるらしくて、これを上げたらさらに病気が悪化するようなことなんですよね。それで、えー、今でも洋女がこれでずっと強情の特撮疑惑言われる原因になりますね。 とにかく、キョ,ンジョンはこれを弟からもらったと言って美味しく食べてですね、その当日食べる時には珍しく食欲が戻ったらしいんですよ。ただし、それを食べたこの夜からですね、蹴りがさらにひどくなるんですよね。やっぱり予想通りでしたね。その時の生前の4人軍はですよね、兄上に回復のために高麗人参の 薬を作れと言いますよね。皆さん、コライン人ンの効果は皆さんもよくご存知だと思いますが、ただしですね、これイン人ンも、えー、今こういった経緯にはすごく悪いんですよ。なので、当時の医者たちが、いけません、ありえのこれは絶対いけませんと言ったものの、ここで4人分の態度がちょっと怪しいんです。こういった話を無視して、黙れ、命令だ、作れって言って、無理やりにこれを作らせるんですよね。 で、結局、医者たちは仕方なくこれを作ってから王様に差し上げます。王様はこれ、古来人の薬を飲んで、その後元気になったんでしょうかいえ、その翌日、ちょうど翌日、35歳で亡くなりますね。えー、記録によるとこれを見た洋女はすごく泣いてたとは書いていますけれども、あ一旦、これはまだミステリーなんですね。で予定通り、皆さんがご存知のように、洋女がその後王になりますね。 ただし、養条は王にはなりましたが、やっぱり家臣たちからはすごく嫌がれるんですよね。なので、養条は仕方なくですよね。ドローンを復活させますあ。自分の味方を増やすためでしょう。 結局これによって、まあ家臣たちの反発はもっとひどくなるでしょう。とにかく4条は在位が一番長かった王だったんですけれども、ずっと大殺しという、まあドレギヌというか、まあそういった疑惑から逃れることはできませんでした。それで一番いい例が即位4年目で起きた委員者の乱でしたね。難民とソロンの反乱ですよね。 今日はここまでです。キョ,ンジョンと洋条二人はどういった関係だったんでしょうかえー、キョ,ンジョンは本当に洋条が好きだったんでしょうか洋城はキョ,ンジョンを殺してなかったんでしょうか本当にこれはミステリーなんですよ。正直に言ってわかりません。 でも今考えたら、これが分かったら、皆さんがこうやって、お、想像する楽しみがなくなるので、皆さん、歴史というのはですね、まあ今の時代ではある意味では娯楽だと思います。皆さんなりにいろいろ想像をしてみてください。強情の気持ちになったり、養情の気持ちになったり。じゃあ、一旦今日はここまでですね。で、後にいずれかまた時間があったら、チャンギンと同意の話もしたいと思います。今日も聞いてくれて、여러분、ちんちゃちんちゃこままよ。あんにょーん。